宇田松山城は大和国宇田郡にあった日本の城。平成18年に国の史跡に指定されている。別名は秋山城やかぐら岡城。城下町は重要伝統的建造物群保存地区に小華町として選定されており、現在も優美な町並みを残している。松山山城。宇田松山城は宇田郡を領分する有力黒人、宇田山城の一人。 秋山氏が居城として、古城さんに山城を築いたのに始まる。追記時期については分かっていないが、南北朝時代には構えられていたと思われる。また、城名は、秋山氏が居城としていた頃は、松山城とは呼ばれず、秋山城と呼ばれていた。天正13年、豊臣秀長の山和郡山入部に伴い、秋山氏は、宇田から退居した。以後、伊藤義氏、 加藤光康、安、羽田正地下、多賀秀種らの居城となり、改修が行われ、金星城閣へと移行した。この間の大規模な改修により、宇田松山城が、山和郡山城や高取城と共に、山和国支配のようとして、豊臣政権に認識されていたことが伺える。慶長5年の関ヶ原の戦いにおいて、多賀秀種は西軍に属したため開域され、 福島正則の,の弟福島高晴が入場した。後春は豊臣政権下の大名の改修に加えて、さらに大規模な改修を行った。近年の発掘調査により、本丸御殿をはじめとした祖先建物や大規模な石垣、瓦陶磁器類などが出土し、当時の大改修の様子が明らかになってきている。これらの大名の大改修を機に、城命が、 松山城と呼ばれるようになったと考えられる。現長年、大阪夏の陣においてと臣方に内通したとして、後春は改易され城も、小堀遠州らによって破却され、廃城となった。破却の際の小堀遠州の書状が現存しており、城割の内容が把握できる貴重な事例として注目される。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。 ありがとうございます。